ザクセン選定公領は、新生ローマ帝国の両方国家、クワザクセンとも呼ばれる。1356年の議民直所により、新生ローマ皇帝カール4世が、ザクセン・ビッテンベルク公爵を選定公に指定した、ことで成立した。選定公領は1806年に、ザクセン王国となった。中世のザクセン公国が崩壊した後、新たに、ザクセンを名乗ったのは、 エルベ川沿岸の都市ビッテンベルクを本拠とする小規模な公爵量であった。この公爵量はブランデンブルク辺境白領の創設者であるアルブレヒトグマ伯の息子の一人ベルンハルト3世に与えられた。ベルンハルト3世の息子のザクセン公アルブレヒト1世はホルシュタイン地方のラウエンブルクにも支配権を拡大したがアルブレヒト1世の息子たちはザクセン公国を ザクセン・ビッテンベルクとザクセン・ラウエンブルクの二つに分割した。1356年、ローマ皇帝カール4世が、ローマ王の選挙方法に関する基本法を定めた、金印直章を発布した際、ザクセン・ビッテンベルク公爵は7人の国王選挙人、つまり選定校の一人とされた。これにより、ザクセン・ビッテンベルクは小規模な領土しか持たないものの、 大きな政治的影響力を獲得した。世俗の選定校の地位は、長子相続が定められており、分割相続により、領土の拡散を妨げる効果を持ったため、ザクセンビッテンベルクを含む選定校領は、選定校くらいを許さない他の大多数のドイツ諸領法とは違い、細分化と崩壊に苦しむことはなかった。 ザクセン・ビッテンベルクのアスカーニエン家が1422年に耐えると、新聖ローマ皇帝、ジギスムントは、ザクセン・先帝皇くらいとその領土を、ベッティン家のマ埋戦編強迫だった、フリードリヒ一世に与えた。ベッティン家は1089年にマ埋戦編強迫領を、1247年に、チューリンゲン法博領を獲得していた。このため埋戦編教迫領、 チューリンゲン法博領が、ザクセン選定公領と、同君連合を結ぶことになり、以後は三者がひとまとめにされて、ザクセンと呼ばれるようになる。フリードリヒ一世の孫の選定公エルンストと、アルブレヒト三世の兄弟は、1485年8月26日の、ライプツヒ協定により、ベッティン家の領土を、エルネスティン系とアルベルティン系に分割した。 エルネスティン家の子祖である兄の先定公エルヌスとは、ザクセンビッテンベルク公国と先定公くらい、及び、中林元法白領を確保し、アルベルティン家の子祖である弟のアルブレヒト三世は、埋線返境白領を与えられた。16世紀に先定公くらい及び、領土の大半を没収されるまでは、エルネスティン家が、アルベルティン家に対し、圧倒的な優位を誇っていた。 ザクセン選定校、フリードリヒ3世16世紀に始まった、プロテスタント運動は、ザクセン選定校の保護下で推進されることになる。ザクセン選定校、フリードリヒ3世は1502年に、ビッテンベルク大学を創設し、1508年に、アウグスティノ会の修道士、マルティン・ルターを同大学の哲学教授、及び、ビッテンベルク城内教会の説教師に任命した。 1517年10月31日、ルターは95箇条の論題を、教会の扉に貼り付け、職友上の販売などのローマカトリック教会の観光を批判し、いわゆる宗教改革を始めた。フリードリヒ3世は当初は、ルターの主張の支持者にはならなかったが、ルターを自分の保護下に置いた。選定校の取りなしで、ルターは1518年に、 教皇レオ10世に召喚を受けることができたし、1521年のボルムス帝国議会出席の際も選定校はルターに皇帝からの安全通行の保障を取り付けてやった。ルターがボルムスで帝国アハト計を課せられると、フリードリヒ3世はルターをチューリンゲ源のバルトブルク城にかくまった。ルターの教説は最初にザクセンで広まった。1525年、 フリードリヒ健康は亡くなり、弟のヨハンが後を継いだ。ヨハンは、すでに熱心なルター派の信徒で、教会に対する自らの権威を行使して、領内の教会にルター派の宗教信条を採用し、カトリックの宗教信条を守る聖職者を追放し、ルターの考案した天礼を行わせた。ヨハンは1531年、 宗教改革に反対する神聖ローマ皇帝カール五世の圧迫に対抗して共同でプロテスタントの大義を守るため他の大勢のプロテスタント諸公と一緒にシュマルカルデン同盟を結成した。1532年にヨハンが死ぬと選定行為はその長男のヨハンフリードリヒに受け継がれた。ヨハンフリードリヒは父と同様に シュマルカルデン同盟の指導的諸公の一人であり、1542年にナウムブルク主教領を占拠し、マイセン主教領とヒルデスハイム主教領を攻撃して、同主教領の世俗財産を強奪した。ザクセン選定公領では、カトリック信仰は厳しく弾圧され、カトリックの教会や修道院は略奪の対象になった。 しかし、ヨハンフリードリヒは1547年4月24日、エルベカ藩のミュールベルクの戦いで、皇帝カール5世に敗れ、捕虜となった。5月19日のビッテンベルクの降伏文書の調印により、ヨハンフリードリヒは、ザクセン選帝公くらい及び、ザクセンビッテンベルク公国を、皇帝与党であるアルベルティン系の、ザクセン以降モーリッツに譲渡させられた。 1485年のライプツヒ条約以後のザクセン1547年のビッテンベルクの降伏以後のザクセンビッテンベルクの降伏後エルネスティン・ケー・ベッティン家に残された領土はチューリンゲン・ホー領のみであり、それも分割相続の繰り返しのために微細な小公国の群れへと転落した。チューリンゲンの小公国軍は第一次世界大戦直後のドイツ革命で 最終的に消滅した。1918年の革命まで残存したのは、エルネスティン・カチャク系の、ザクセン・バイ・マル・アイゼナハ大公国お及びザクセン・イコール・マイ・ニュンゲン、ザクセン・アルテンブルク、ザクセン・コーブルク・ゴータの3公国であった。アルベルティン系ザクセン公国では、1500年のアルブレヒト3世の死後は、長男のゲオルクが後を継いだ。 ゲオルクはアルター派教会の強大な敵対者であり、カトリック教会の利益を図っていとこであるエルネスティン、K のザクセン選定校たちに、ルターに加担しないよう必要に説得を図った。しかし、ゲオルクの後継者で、弟のハインリヒヨンセイは、妻の影響ですでにプロテスタントに改収しており、アルベルティン系ザクセン広告でも、カトリック教会体制は廃止された。 ハインリヒ4世の息子で1541年に家督を継いだ、モーリッツは宗教改革期のドイツにおいて最も著名な人物の一人である。モーリッツは熱心なプロテスタント信徒でありながらも、自らの支配領域を拡大する野心を抱いて、カール5世の与党となり、シュマルカル伝道名に敵対した。1547年のビッテンベルクの降伏により、 モーリッツは、ザクセン・ビッテンベルク公国とザクセン・選定公位を獲得し、ザクセン・選定公領は、ベッティン家のアルベルティン系のもと、新たに、ザクセン・ビッテンベルクとマイ埋ン変強迫領から、構成されるようになった。しかしモーリッツは神聖ローマ帝国の、プロテスタント諸公の頭目になる野心に突き動かされ、エルネスティン系から中林源を奪い取ることを、 許されなかった不満も手伝って、皇帝の陣営から離反した。モーリッツは1551年に、フランス王アンリ2世と同盟を結び、ロレーヌ地方のベルダン、トゥール、メッスの三種協領をフランスに譲渡し、反皇帝派の諸公たちと結んで、カール5世に対する陰謀を計画した。モーリッツの無本で窮地に陥ったカール5世は、翌1552年、パッサウ条約により、 プロテスタント利用に、心境の自由を認めた。モーリッツは1553年に32歳で、ブランデンブルククルムバッハ編教迫アルブレヒト・アルキビアデスとの戦いで戦死、弟で、後継者のアウグストは、メルゼブルク、ナウムブルク及び、マイセンの主教領を廃止し、自らの領土に組み込んだ。1561年に、 最後のカトリックのメルゼブルク司教が死ぬと、カール5世の弟フェルディナント1世は次の司教を任命することを要求した。アウグストはこれに対して、自分の着難アレクサンダーを司教区監督者に任命し、息子の死後は、自らが同司教区の監督者となった。アウグストは、他の司教領でもカトリック信徒の司教が死ぬごとに、司教区を廃止して、 カトリック信徒の宗教活動を禁じた。1620年、皇帝の治めるボヘミアの都市、バウツェンを包囲する選、先定公ゲホルク一世アウグストとその息子クリスティアニ一世の、下で、ザクセン先定公領では、プロテスタントのより自由な活動が相許され、領内では隠れ、カルバン主義が流行した。しかし年戦争前夜のクリスティア世の 隠れカルバン派の信仰を普及させた最小のニコラウスクレルは皇徹、斬首され、選定考量には厳格なルター派宗教体制が復活した。次のヨハンゲオルク一世の長い治世にドイツでは三十年戦争が勃発した。ヨハンゲオルク一世は当初中立を維持してスウェーデンオグスタフ二世、アドルフの参戦の打診にも応じなかったが皇帝軍の指導者、 ティリー伯爵が、ザクセン領内に進軍すると、プロテスタント側に立って、戦うことになった。しかし1632年に、グスタフ2世やドルフが、戦死、1634年のネルトリンゲンの戦いの後、あと、1635年に結ばれたプラハ条約で、ヨハンゲオルク1世は、皇帝側と和解した。この条約により、ザクセン選定校は、 ボヘミア王のフォードという形で上下のラウジッツ辺境迫領を与えられることになった。しかし、スウェーデン軍はザクセンを裏切り者とみなし、10年の間ザクセン旋抵抗領で略奪を行った。1648年のベストファーレン条約ではザクセン旋抵抗はその支配領域をエルベ・川下流域より先に拡大することを永久に禁止され、 ライバル関係にあったブランデンブルクプロイセンの優位を認めることを余儀なくされた。1653年、ザクセン選定校は帝国議会におけるプロテスタント諸公団の団長とされ、新生ローマ帝国におけるプロテスタント諸公連合の指導者となった。17世紀後半のザクセン選定校たちの地下では宗教問題は、さして重要な問題にはならなかった。 厳格なルター派教会が体制宗教とされ、他の宗派の活動は禁止されていた。17世紀半ば、ザクセンにはプロテスタント体制に移行して、以来初めてカトリック信徒のイタリア商人たちが移住してきた。彼らは首都のドレスデンと最も商業活動の盛んなライプツヒに住んだが、カトリックの宗教活動は禁止されていた。ザクセン選定校、 フリードリヒ・アウグスト1世、ポーランド王アウグスト2世1697年、選定校、フリードリヒ・アウグスト1世は、ポーランド・リトアニア共和国の国王選挙に出馬する資格を得るためカトリックに改修し、同年にポーランド王に選出された。選定校の改修により、首都ドレスデンに限って、カトリック教区の設置と、私的なカトリック信仰が許されることになった。 先帝公のカトリック改修は、ルター派の領民たちの間に、ザクセンの大戦宗教が、カトリックに戻されるのではないか、という強い不安を生んだ。このため、フリードリヒ・アウグスト一世は、ザクセン先帝公領のルター派両方教会の、主張としての地位を先帝公の数密院に委ねた。これ以後、歴代のザクセン先帝公はカトリックでありながら、1806年まで、 帝国議会のプロテスタント諸公団団長を務め続けることになる。フリードリヒ・アウグスト一世は、ポーランド・リトアニア共和国の君主に選出されたが、すぐに、対スウェーデンの北方同盟に参加し、翌1700年に大北方戦争が開始された。1706年、共和国はスウェーデンに敗北、フリードリヒ・アウグスト一世は、ザクセン選定公領に逃亡した。これを追って、 スウェーデン軍は、シレジアを通過して、ザクセンに侵攻した。フリードリヒ・アウグスト一世は、9月24日に、スウェーデンとアルトランシュテット条約を結び、選定行為は維持したものの、ポーランド王位及び、リトアニア対行為を放棄して、戦争から脱落した。この時、スウェーデンと西洋の外交官が接触したり、他国は、中立、同盟を結ぶなど、 ザクセンは無視された形となった。翌1707年にスウェーデンは、ロシア遠征のため、1年いたザクセンからようやく、立ち去った。1709年に、スウェーデンが、ロシアで、ポルタバの戦いに敗れた後、フリードリヒアウグスト一世は、再び、ポーランド王及び、リトアニア大公に帰り咲いた。しかしこれは、同盟国ロシアの援助によるものだった。 フリードリヒアウグスト1世の息子、フリードリヒアウグスト2世も、四次公子だった1712年に、カトリックに改宗した。ベッティン家が、一族全体で、カトリック信徒となったことは、ルター派の領民たちを激しく噴撃させる恐れがあった、ため、四次公子の改宗は1717 17年まで、秘匿されていた。ザクセンは、カトリック信徒を君主とする、 プロテスタント療法というねじれ状態に陥ったが、領内の少数のカトリック信徒は依然として市民権を認められなかった。1733年にフリードリヒアウグスト1世が死去すると、フリードリヒアウグスト2世は先帝公位を継承するが、同時にポーランド王位を要求した。これによりポーランド継承戦争が勃発し、 ロシア皇帝と新生ローマ皇帝の指示を受けた。2年に及ぶ戦争の後、晴れてポーランド王位を獲得し、ザクセンと共和国は再び同訓連合となった。1756年、ザクセンは7年戦争に巻き込まれ、プロイセン軍がザクセン領内に侵攻して首都ドレスデンを占領した。ザクセン軍はピルナ包囲戦で、プロイセン軍に完敗して降伏した。 この時逃亡した大勢のザクセン兵士たちは、その後、ザクセンの独立回復のために戦った。1763年のフベルトゥスブルク条約により、ザクセンはようやく独立を取り戻した。1763年10月、フリードリヒ・アウグスト2世は死去し、息子、フリードリヒ・クリスティアンが、ザクセン選定校を継承するも、同年12月に休止した。 これにより、アルベルティン・ケー・ベッティン・ケは、ポーランド王位を呼び、リトアニア大公位を失った。1806年、フランス皇帝ナポレオンがプロイセンとの戦争を始めた、時、ザクセンは当初はプロイセンに味方したものの、やがて、ナポレオン軍の同盟者となって、ライン同盟に参加した。1806年、選定皇、フリードリヒ・アウグスト3世は、ザクセン王を名乗り、 作戦選定綱領は、作戦王国となった。ありがとうございます。